塗り壁の横10マス縦9マスの出題で塗り壁は配置された数字をもとに盤面を黒マスで分割するペンシルパズルの一つである。盤面に配置された数値と等しい面積のブロックに分割されるよう黒マスを配置していくのが目的である。塗り壁は日本の民話に登場する見えない壁の形状をして旅人の邪魔をする妖怪であり、 パズル通信にコリ市場ではこの妖怪をモデルにしたオリジナルキャラクターも登場している。塗り壁はニコリで付けられた名前である。海外においても塗り壁の名称が使われているが、セルストラクチャー、アイランズ・イン・ザ・ストリームなどと呼ばれることもある。世界パズル選手権で初めて出題された時には、レイブリックスというタイトルであった。他の多くのパズルと同様、 回答は1位に定まるように作られている。塗り壁は他のペンシルパズルに比べるとルールが煩雑だが慣れると自然と理解できるようになっている。数字のあるマスは黒マスにならない。数字は黒マスに囲まれる白マスの数であり、隠しまには数字が一つずつ入る。すべての黒マスは縦横に位置つながりにならなければならない。黒マスが2人以上の塊になってはならない。 塗り壁は、レーニンというペンネームの人物により、パズル通信に懲り33号の、おもろパズルのできるまでというコーナーにおいて、初めて発表され、38号よりコーナーから独立している。それ以前に発表されていた、面積ブロックというパズルに黒マスを塗るという独自の要素を加えて独創的な問題に仕上げている。塗り壁を解くのに試行錯誤は要求されない。 多くの回答パターンが存在し、回答者はそれを見つけていくことで容易に解けるようになる。ハドソンより2007年3月8日にパズルシリーズ、ボリューム11として発売された。対応機種は任天堂 DS。ありがとうございます。